どうもこんにちは、スターのバリーです。さて今日はですね、この子たちのお散歩にやってまいりました。ということでね、もうこの2匹はお散歩大好き犬です。なのでその様子をお届けしたいと思います。よし、じゃあ行きましょうかね。ちょこっと来る。どっちもね、お散歩がね大好きでね、まあチョコはもうずっと後ろをねついてくるお利口さんで、くるみは割とね人を見ますだから今ちょっと興奮状態だからね、割と前出がちなんですけど、まあ今みたいにねこうやって、あ、もうこっちに意識がいってないね初めて来る公園だから、くるみにとってはだから、まあちょっと今ね興奮中っていう感じですねもうそこまで暑いかってぐらい舌出してますよこの子かわいい。チョコはね、なんか散歩の時しかおしっこうんちしません。ハウスではしません。でしかもこうすぐ下ろしたらすぐおしっこしちゃうんで、だから下ろしても大丈夫なところまで行ってから、下ろしてあげたら、もうそこですぐおしっこをねしてくれちゃいます。だからチョコはねもうずっとお散歩大好きなのでもうずっと尻尾フリフリしてね、可愛いんですよこの子はで全然前出たりとかもしないしね、すごい。もう最初からうち来た時からずっとお利口さんです。じゃあこっちの方行きましょう。たくるみちゃんはね割とねすぐね人を見てねやっちゃいます。だからうちに最初来た時も結構わがままなね散歩をしてましたね。で割とねこの子他の犬とか猫にくるみはね反応しちゃうんで、だからなんかこうびっくりする前に早めにねこうなんか見たら、まあ、パピヨンだからね、耳がねパピヨンだから分かりやすいんで、なんかにあーガッと録音しそうになってるなと思ったらすぐですねやめてあげるとか、何食べてんのあなた感じでねやってあげれば問題ないですね。であとはねこの子は外ではもうずっとお利口さんだから、もうくるみをどうしても触りたいっていう人はね、あ、分かった分かった、チョコもねやってほしいのね。くるみをどうしても触りたいっていう人はね、外でこうやってあげれば全然何にもない、問題ない。もうただのね可愛い子なん、外ではこの子は本当外ではずっとお利口さんですからね。だからこうやってよしよし撫でてあげたりとか、したい時はね外にお散歩連れていけばね大丈夫で、散歩も好きなんですよこのくるみ自体が。だから散歩行くとかっていうとね、明らかにテンション上がった顔したりねするっていうね、すごい可愛い子ね。くるみは可愛い子だよね。ねくるさん、もっとやってよっていうぐらいだからね本当外ではただの愛玩犬ですこの子は。家ではちょっとした柴犬みたいな感じだけどだからまあ今日はちょっとねこの子初めて来る公園だからテンション上がって興奮上がってますけど、まあ、いつも行く道とかだったらね全然もっとおとなしく静かにちゃんと歩けてますね。ほんとくるみはいい子外では。でチョコはずっといい子、チョコはずっといい子だ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 。うわあ、なんだなんだ。おお、どうしたどうした。嘘でしょあんた。ねえ、なんでもっとやれってか、もっとやれってのかお前は。可愛いなチョコ、くるもいい子だ。ね、いい子ですねあなたはみたいなのがね、まああんまりこの子たちね散歩する時のなんか注意点みたいなのはないですね。もうだから散歩好きだからねこの人たち、何にも問題ない。尻尾フリフリでついてきます。てか今日暑いね、今日なんか20度とかいくらしいからすごい暑いですよ。ちなみにねここは大森ふるさとの森っていう公園で、結構なんか公園って犬ダメなところあったりするんですよね実は。
でもここは犬 OK で、朝とか来るとね、ほんと犬の集会みたいになってるんでここはなかなかおすすめです。まあうちから歩いてくるにはちょっと遠いですけど、車とかねで来れば全然近い公園ってことで、ちょくちょくいろんな保護犬をねここに連れてきて遊ばせてますね。ゴマとかも来たし、あと誰来たかな、まあ、いろんな犬連れてきて、まあ、撮影してないこともあるんでね、だいたいうちに来たでしばらくの期間いた保護犬たちはだいたいここの公園にお世話になってますね。あとはそうね、くるみは、まあ、今結構こんな感じで興奮してる、いろんなとこ見るしね。で、まあ、リードでガッてやってもいいんですけど、この子はなんかやっぱこうやってふって触るみたいな、パパさんがよくやってるやつで、なかなかこういう子にこうヒールをポンって当たりづらいし、だからもう何かあったらふってこういう感じで、それもなんかドーンじゃなくて、ほんとふっと触るだけでね全然効きます。でくるみはやっぱなんか賢いのか分かんないですけど、1回2回やると、あ、この人はなんか やってくるなっていうことで、自分でね、ああそうかみたいな感じで気をつけ始めるんで、だからくるみはねそんな感じでやってあげれば大丈夫。なあ、どうしたあんた、あんたどうした、どうしたあんた、あ、クマのとこ行こうとしてんなお前、え？まあまあまあ、2人とも初めて来る公園だからね、まあそりゃ興奮度は上がりますよ、犬ですからねにしてもどうしたあんた、どうした、おい何してん、かな。まあそんなとこですね、この人たちのお散歩の時の注意点は。まあだからそんなにこう散歩でガンガン上下関係作るんだみたいなことをやる必要がない、人たちですね。だからね、まあじっくり、まあ適当に、適当に言ってたらあれですけど、まあ、適当にやるとね、またこの子はくるみはねつけ上がるからね、だからそこだけは注意しながらやってあげればね、うまくできるんじゃないかなと思います。いやー、なんか今もあったんですけどね、ロングリード、あれでガーって近寄らせてくる人ね、嫌ですねあれね。特にこっちも保護犬とか、あ、まあ保護犬なんかどうかなんてわからないからなんでしょうけどね、近づけてきてもう完全にそっちの犬は攻撃的な、なんか興奮状態に入ってる、そんな状態でね近づけてきちゃう人いるんですよね。あれはほんとやめてほしい。でこっちがなんか、でくるみもね割とそういう犬とか見ると突っかかってっちゃうタイプだから、必死でこっちもこうやって止めてんのに、あ、ごめんごめん、今何もしてないわな必死でこっちもさ、行かないように行かないようにってこう止めてんのに、ガンガン来させて挨拶させようとする人、あれはほんとやめてほしいね。とかなんか逆にもう自分の犬嫌がってんのに、ほら挨拶しなさいとか言ってやる人いるじゃないですか。もうな、散歩って別に犬のそういう犬同士の訓練とかそういうためのものじゃないと思ってて、なんかやっぱ散歩ってこう飼い主と犬のね信頼関係とかそういうのを作るのに、おお、どうした、いい場所だからね、そういうのはやらなくていいよと思ってますけどねまあそんな感じで今日は、まあこんな感じでねお散歩の様子をお見せしました。まあだいぶこっちもくるみもだいぶ落ち着いてきたね。ね、はい、じゃあお二人さん、ちゃんと皆さんにご挨拶しなさい。あなたもお座り、お座りなさい。あなた座れ、あなた座りなさい、はい、座れ座れ、はい、座れ、座ってください。まあいいや、あなたいい笑顔してますね。じゃあ皆さんに、ご視聴いただいてる皆さんに、本日はご視聴いただきありがとうございましたとちゃんと言ってくださいてなわけで、今日は暑いからね、あんまり長時間連れ回すわけにもいかないので、ぜひこの子たち保護犬で今里親募集中ですので、気になる方は概要欄をご覧ください。
それじゃあ、この動画良かったと思った方はチャンネル登録、あと、高評価よろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。